どうも D チャンネルです。今回はですね、こちらキャベツのみじん切りに、こういった長芋とかその他諸々を加えて、お好み焼きを作ろうと思うんですけども、よくお好み焼きを焼くときに豚バラ肉とかを上に置いてそれでひっくり返して焼いたりとかして豚玉とか作ったりするじゃないですか。今回はですね、それを豚肉じゃなくて、こちら、わかりますかね、すでに下味をつけておいた、鶏もも肉ですね。塩コショウとかカレーとかで結構スパイシーな感じの下味をつけております。その鶏肉をですね、お好み焼きの上にドーンと乗っけてボリュームたっぷりの鶏玉というものを作ってみたいと思います。さあ、こんな感じでサクッとお好み焼きの種を完成させました。主に山芋メインの配合ですね。本当はここに天かすとかも加えたかったんですけど、まあ後からこちらの鶏肉とかも加えるんで、まあジューシーな仕上がりにはなると思います。それでは油を敷いた鍋にこの生地を流し込んでいきます。そしてここに鶏もも肉をドーンと皮目を上にして乗っけたいと思います。そしたら火を弱めて蓋をして、じっくりと火を通していきます。そんで弱火で熱して5分ほど経ったものがこちらになります。もう生地がいい感じに膨らんでますね。そしたらこれを皿に移して、そしてこれでひっくり返します。おー、あー結構焦げ色ついちゃったな。そして再び5分経過いたしました。おー、こんもりと膨らんでるな今度は。そんで再びお皿にひっくり返して、おおなんか良さげな見た目じゃないですか。そんでまた再びスライドして底面の方を焼いて、そんで底面の方がある程度カリッとしたら皿に盛り付けます。そしてソースやマヨネーズをトッピングして、こちらが豚玉ならぬ鶏玉になります。パッと見た感じ普通のお好み焼きな感じに見えますけど、こうやってこう横から見るとすごいこう盛り上がってるような感じに見えるんですよね。ひとまずちゃんと中まで火が通ってるか見てみましょう。いいですね、ちゃんと中まで火が通ってます。それじゃあまずは鶏肉だけいただいてみます。いただきます。うん、弱火でじっくり焼いたんですっごい柔らかいです。それではここにお好み焼きの生地を一緒に頬張ると、本当は一緒に頬張りたいんですけどね。あ、うまい。非常にこのお好み焼きの生地と馴染みますよ、鶏肉。まあ豚が馴染むから当然か。まあただ見栄えを気にしてもも肉を丸々1枚ベンって乗っけると、焼いた時に身が縮んじゃって、それと同時にお好み焼きの形もちょっと崩れやすくはなりますね。普通の豚玉みたいにスライスしてこう乗っけるとより馴染んで美味しい感じになると思いますけど、いやでも鶏とお好み焼き全然相性いいですよ。ちょっと見た目悪いですけど、皆さんもこちらの鶏玉試してみてください。